どうもこんにちは、まなです。皆さん、お姫様抱っこはされた時またはした時はありますか？長いね今日は、タイトルがした時とされた時どっちかはあるかなっていうまあ私はないんですけどなんだろう、調べたらなんかお姫様抱っこのギネス記録だかなんかで調べたんですけど、ちょっと出てこなくて、でなんか日本で行われたなんかお姫様抱っこの大会なのかな、なんか香川県でやってたやつがあるんですよ、大会かなんかが、お姫様抱っこので、その時の優勝者が2時間お姫様抱っこをしていたっていう、すごくないですかで、なんかその他にちょっと調べたんですよ。そしたらなんか大学かなんかのまあ同じお姫様抱っこをどのぐらいできるかっていうなんか大会かなんかがあったみたいで、なんかそれは最大4時間ですよ。やばくないですか4時間ずっとお姫様抱っこをしていたっていう、もうやばいですよね、考えられないですよで、なんかその人の男性、やってた男性の体重が50キロっていう、やばくないですか。え、お兄ちゃん50キロって結構痩せてるよね。まあ身長にもよるけど、男で50って結構ガリガリな方だと思うけど。だよね、うん。あれ、お兄ちゃんは聞くなよそういうの聞いちゃダメで、まあ今日はちょっとお兄ちゃんにやってもらいたいことがあるんですけど。いや、もう絶対話を流れてきにさ俺がお姫様抱っこをするっていうだけやろ。そういやでも3時間耐えられるか、まあ時間は多分無理だと思うから、まあどんぐらいできるかっていう。え、でもさそのさ、50キロの男性が4時間お姫様抱っこしたんでしょ。そう、余裕って言ってそれさ、結構余裕の感じでやったんだ、うん、4時間って書いてあった。それさ、奥さん、何5キロぐらいだったじゃんそれはないでしょ、普通の人でしょ。女性、だから40何キロとかじゃないの。いやマジで言ってんの。だって普通4時間だよ。女性って40キロぐらいじゃない。まあまあまあ普通っていうか、まあそうだよね、痩せてる人でも40キロぐらいじゃない、うん、ガリガリでも30キロ台だもんね、30後半とか、30後半だと思う。それ以上痩せると栄養失調というか、そう、ね、大丈夫っていう、うん、え、マジで大丈夫できる絶対それさ、その奥さんキティちゃん並みの体重やばいでしょじゃあ、だって私何キロだろう。50キロ。50キロはない40後半、中間、中間ぐらい、中間ぐらい、うん。なんかさ、言うよね、身長引く100がその適正の体重とか、なんか聞いた時。へえ、そうなの。だから170センチの身長の人だったら100引いて70キロがベストの体重とか、なんかわかんないけど、大雑把だな、計算だと思うけど。そう考えると私なんか158ぐらいだから、そこから100引くと58キロ。え、でもマナの体重で58ってなんかデブに見えちゃうけど。だよね、うん、いや、やっぱり違うな違うな、やっぱりまあいいや、じゃあ頑張って。マジかよ、 2時間でもきついのにうん、まあとりあえず目標は、目標やっぱあれだよ、これ頑張るよ、広告やってるの10分でしょ、10分いけば広告入るからいや、できる分にはもう全然やってもらって2時間とかまあまあ、最低10分じゃ。そうだね、最低ね、うん、目標は高く、うん、で、最高はやっぱり4時間でしょ10分でもきついと思うけどそうね、じゃあまあやりますか。はい、じゃあちょっとセッティングしますはい、じゃあ早速やっていきたいと思います。ちゃんとね、このストップウォッチを
用意しました。ちょっと待って、本気出すわ。大丈夫？準備運動は念入りにね。筋とか痛めそうだよ、うん、よし。いやー、私ロスロー。待って、一回あの向きあるじゃん、こっちかこっちか、うん、一回それやってみろ。はい、おー怖い。あーやっぱこっちなのかな。こっち？やっぱ右利きだから。うん。あ、もう一回。これで疲れそう。あ、でもこっち。あーでもとりあえず右でじゃあ右で。あ、はいはい。こうで。はい、あーやばい、ちょっと待って疲れた。うん、じゃあちょっと休憩。もう今ので疲れるっていう。これ大丈夫？サングラスとマスクしてて。多分途中で取ってっていいわ。わかった。よっしゃ。行くぜ。大丈夫？じゃあ持ち上げたらスタート。うん、にしよう。え、両足が離れたらスタート。で、ちょっとガッチ向きでインチキなしね。よー、待って。えい、はい、始まりました。いやー、私めっちゃ楽。これさ、俺が頑張る動画やっけ。これさ、あのさ、これはズルに入んないよね。とりあえず抱っこしてればよくない？ああ全然いいんじゃない。あの体の角度とかでもやっぱ違うじゃん。うん、これさ、女の人もこんな感じでさ、首にさ手やるのってありなのかな。わかんない。やっぱ女の人も協力しないと無理じゃないこれ。うん、外す。うん、外して。ちょっとこっからはね、モザイクで本気出すわ。はい、ちょうど今まだ50秒で。マジかよ。まだ1分経ってないっていう。めっちゃ頑張ってる。とりあえずあんまり俺と顔近づけない方がいいよ、うん、今俺モザイクでしょ、うん、2人してモザイクだとあれじゃん。そうだね。やばい。いやー、いいね、お姫様抱っこ楽。多分男性の人はすごい大変なんだろうけど。あ、俺ミスったわ。やっぱ違う。あのこれ、うん、やっぱりさ、女の人の頭の方が重いって思ったんだけど違うな俺。ちょっと足の方が重いわやっぱり。あ、そうなんだ。意外と右手辛くないもん今。あー。変な声出てくる。頑張って。あ、なん今ね、1分40秒。え、10分じゃなくて1分。待って、うん、びっくりした。もうお姫様抱っこじゃなくなってきてる気がする。もうお腹に乗せてる感じがある。はい、今2分経ちました。いやー、でもちょっと待って、辛い。大丈夫？うん。いやー、おー。なんかさ、辛い時って声上げたくなんない？うん、あーみたいな。あー、やばい。大丈夫。頑張る。今ね、これ下映ってっから膝に乗せてるよ俺。うん、お尻を膝でガードしてる。え、ありじゃねえ？ダメこれ。いや、ありじゃない？ありにしようよ。うん、これでもう1時間いったらすごいからね。うん、いや10分いったらすげえ。でもこれ4時間ってやばくない？これとりあえずもうルール変えようってわけじゃないけど、あのマナを地面に下ろさなければ OK。 何でもあり。いや、おんぶとかはしないけど、うん、お姫様抱っこの形で、うん、ってことね。やばい、辛い。今ね、3分切って。お、でもすげえ。3分、俺すごっ。あ、マジかよ、重っ。ちょっと痩せろよ。ひどい。マジ、そんなこと言わないでよ。プルプル言ってる。お兄ちゃんが揺れてる。いやー、でも男性の人って大変だな。お姫様抱っこ。やばい、このまま落とさないでよ。待ってよ。やめてよね、このまま落とさないでね。私も。あっ。
あ、もうすぐね、4分だよ。めっちゃ見て、俺のおでこ見て、あっせやばいよ。やばい、あっせやばいよ、今。あっせやばいよ。あっせやばい。今4分経ちました。あー、やばい、落ちそう。あ、お兄ちゃん、下にあのサングラス落ちちゃったんだ。気をつけて。あ、ちょっと、もう無理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 。記録4分23秒。いやー、でも頑張ったんじゃない？ね、大丈夫？痛い。ああ、これね、やばいよ。ここがやばい。あの、ここ、この、ここ、この関節、ここ。ここは何？だからこの状態で固定してるから、うん、あ、痛い。あ、痛いって？固まっちゃった、固まっちゃった。ああ。え、4分？4分23秒でした。ああ、惜しかった。いや、でも頑張った方じゃない？惜しかったって言ってましたけど。あと6分ありますけど、大体。はい。まあこんな感じでお姫様抱っこの何に日本記録何て言うんだろう、耐久でいいんじゃないですか、耐久。いや、疲れた。ちょっとやってみたんですけど、やばい。まあ4分23秒でした、記録。お兄ちゃんが本当に無理だった。マジ1時間でも無理だと思うよ。汗やばいもん、うん、すごいね、その1時間どころじゃないよ、まず4時間ってやばくない、うん、まず10分超えたらすごいと思う、俺、うん、もうお兄ちゃん、やばかったもんね、プル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 って。マジで震えがこう伝わってくる。俺はさ、ぶっちゃけ普通だと思うよ、腕力的な意味では。客観的に見て、弱くもないし強くもない、普通だと思うんだ、うんうん、無理だって。すごいよね、4時間。細そうだもんね、お兄ちゃんよりも絶対。50キロだよ。うん、下手すりゃそこら辺の女子の方が体重あるよ。うん。マジか。いやでも次回は何、おんぶ、おんぶ抱っこ。あとはまだ普通にこれをリベンジしたい、10分超えたい。ああ、じゃあもっと鍛えなきゃね。いや、鍛える、鍛え、どうやって鍛えるっていう、普通に腕を鍛えるのかな、わかんない。足は辛くなかった？足は辛くない。腕がやばいかも。ああ、じゃあ腕かな、うん、はい、じゃあまあこんな感じで今日は終わりにしていきたいと思います。まあ次回はおんぶで耐久やってみたいと思います。おんぶならいける気がする。おんぶはだって女性もちょっと頑張ればさ、まあね、余裕じゃない、ちょっと、うんうん、はい、じゃあまあこんな感じで2回目今日は終わりしていきたいと思います。なんかまとまんねえな。ありがとうございました。バイバイ。